香港の主郎の一つ、天心は首郎、または主家あるいは茶郎は一種の関東式レストランで、広州に起源する。現在では、関東と香港で主に見られる。近年は主に天津を提供し、ランチ、ディナーでは炒めた、麺類、チャーハン、粉、醤味などの中華料理を提供する。前身は、茶郎及び、主郎であり、新朝以前に、すでに存在していた。 茶牢は主に天津を食べることと茶を飲むためのもので、決して他の種類の料理の供給はなかった。一方、昔の主牢は主席の方面に料理を提供することもできた。20世紀の初めから、主牢は茶牢の業務を経営し始め、単に天津を提供する茶牢は、次第に淘汰されていった。現在の主牢は、天津は一部として、客を招き寄せる。香港では、 主郎は通常いずれも海鮮酒かと名乗り、主郎の名称の一部は火鍋あるいは焼けがとすることもあり、それらの茶式の看板としている。以前天津は朝食とアフタヌーンティーで提供されるだけだったが、現在は通常ランチにも天津の提供がある。1990年代中期に香港では夜に茶を飲む陰夜茶の気風が現れ始め、 ディナーの続きとして一部では深夜に転身を提供することがある。ディナーでは通常、粉を提供する。いくつかの首楼では結婚披露宴、満月酒、新年会、年越しなど各種の宴会を行うこともできる。近年香港の首楼は宴会業務の競争力を高め、ホテルからの脅しを受け、少なからずの人はホテルで結婚披露宴を行うが、 ホテルの料金は比較的少し割高になることがあり、サービスは同質である。ありがとうございます。